満点いいもの発見隊、池田アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は全国に誇る、はい、そして全国に広めていきたい青森のいいものをご紹介いたします。はい。さあ、お二人、お肉は好きですか？好きです。大好きです。お肉好きですよ。ね、食べると力が出て、ね、はい、幸せになりますよね。大好きです。今日の商品はですね、はい、まるでお肉のような感じなんですが、とってもヘルシーな食材なんです。お肉だね。はい、VTR ご覧ください。はい、何でしょう。慶応3年創業、120年以上にわたり伝統あるこんにゃくを作り続けています。お邪魔したのは金久越後屋商店。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まさに私たちの後ろでは作業が行われていますが、はいはい、これは何を作ってるんでしょうか？糸こんにゃくが今流れてる最中なんですけれども、あの流したものを1回寝かせて次の日とかにあの手で結んだりとか、あと加工したりとかっていう作業をさせていただいております。はい、その他にはどういった商品作ってるんでしょうか？よくスーパーさんとかで売られてるカッコンニャクとか、あと丸い玉こんにゃくとかやらせていただいております。バラエティ豊かな品揃えですね。 ありがとうございます。さあ、そんな金久越後屋商店のいいものとは？はい、こちらがおからこんにゃくのセットになります。プレーンタイプが3つと、それを唐揚げ専用にした唐揚げタイプ2個セットになります。おからがたっぷり入ったこんにゃくで、焼いたり揚げたり火を通すとお肉のような食感になるんですよ。さあ、待望の試食と参りましょう。おからこんにゃくのプレーンタイプを使った焼肉タイプ、白身魚タイプ、チンジャオロース、あとこちらが唐揚げになります。こんなにいろんなアレンジができるんですね。そうなんですよ。それではいただきます。まずは唐揚げ。唐揚げですね。わからないくらいですよ、うん、これはですね、鶏の部位、まあ、胸肉とかその辺のあっさり感があって、しっかりとした噛み応えがあるのは食べ応えにつながりますね。見た目はやっぱりチンジャオロースですね。チンジャオロースですね。ありがとうございます。本当にですね、やっぱりこのこんにゃくならではのちょっと弾力がある食感がお肉にそっくりで、味染みもいいですよね。やっぱりおからが入ってるから、うん、そこに旨味がねギュッと入って美味しい。このおからこんにゃくを作るにあたって難しかったところというのはどんなところでしたでしょうか？はい、アルカリ性食品のものにおからって酸性なんですよ。酸性のものを混ぜるっていうことで手こずったりとかして、あとあの混ぜるタイミングがちょっとずれただけでもこうふわっと感とか仕上がりの状態が全然違うので、こんにゃくのプロでもなかなか難しいってことですかね。そうですね、はい。商品化もまあ大変だったということですけども、はい、その他に苦労されたところは？やっぱりあのできましたってスーパーとか店頭に並べても何っていう疑問がいっぱいじゃないですか。新しい商品なので。お客様はその時召し上がったりとか、はい、その時の反応ってどうでした？みたいな反応もあるんですけれども、でも黙って食べてみてって言うと、あ、これ美味しいね、何なのっていうね、嬉しい反応があったりとか聞けたので、それは楽しかったですね。美味しい上に低カロリーで食物繊維が豊富なおからこんにゃく、この変幻自在な食材を皆さんはどんなお料理に使いますか？ほう、なるほど、すごいですよね。見た目はもう本当にお肉っぽかですね。はい、さあ、お二人にもですね、今日はおからこんにゃくの唐揚げ用意していますので、はい、どうぞ召し上がってみてください。いや、言ったらそれこそ食べた時の感想ですよね。池田さん肉だって言ってましたけど、いただきます。でもおからこんにゃくいただきます。そうなんですよ。わ、すごいこれ。うん、お肉だこれ。なんかこうじゃあお肉じゃないですもんね。おからこんにゃくなんですけど、はい、肉肉しさっていうか、こうね、肉のジューシーさもあって、なんか
その感じ食べ応えがすごい、噛んだ時もお肉の感じだし、うん、そうなんですよね、噛み応え、うん、これすごいね、めちゃくちゃ唐揚げでびっくりです、ね、お肉じゃないんだよこれね、おからこんにゃくです、ねはいね、っていうぐらいですよ、はい、あのこちらの商品には唐揚げタイプ、もう最初から唐揚げの形になっているタイプと、あと四角いタイプがありますので、うん、四角いタイプの方をいろんな切り方をして、まあ、細切りにしたりとか、うんうん、あとこう格子状に切ったりとかすることで、うん、お肉とかお魚のように使うことができますのでね、本当に変幻自在なんですよね、すごいヘルシーだから本当体気使ってる人はいいよね、うん、そうなんです、ちょっといろいろ気になる方も嬉しいかなと思いますし、ね、言わなきゃ分かんないよ、はい、もうね、肥満とか生活習慣病の予防にも、ね、そうそうなるかなと、こんにゃくですから ね奥さんから旦那さんにちょっと旦那さん優しい時にさっとこう出してきっと気づかないと思います、うん、これは止まらない、はい、美味しくヘルシーにいただきます、はい、今回ご紹介しましたおからこんにゃくセットは Amazon 日本ストアで購入することができます、まあ、ATV ホームページ内満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスすることができます、はい、またこのコーナーでは毎月5名の方に Amazon ギフト券1万円分をプレゼントしています、こちらもホームページからご応募ください、これからもいいものどんどんご紹介していきます、池田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、以上満点いいもの発見隊でした。